今日はこの時間までお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。最後の曲になりました。最後はなんとあのあのこれほんまびっくりするね、川村隆一さんが僕のどんな時も弾き語りで、ギター弾き語り一本でやっていただけるということで、今からもうめちゃくちゃ緊張してます。それでは登場していただきましょう。川村隆一さんです。どうぞ。お願いします。こんにちは。久しぶりです。お久しぶりです。こうして牧原さんとねお話しさせていただくのもすごい楽しみにしてね。マイクの方。すいません。どうでしょう。皆さんも喜びです。いや、とんでもないです。やっぱこうしてね、まあ、同じ90年代、はい、2000年代を、はいはい、駆け抜けてきた僕たちじゃないですか。はいはい、こうしてね、同じ場所に、ステージに、地球にいられるのがとても嬉しいです。一つ質問いいですか。はい。なんで僕のライブにしかもギター弾き語りでどんな時もやってくれる気になったんですか。もしですよ。例えばね、この2つの人生があるとするじゃないですか。はい。遠藤ブソローな人生、もしくは限りなく透明に近い人生が、もし2つの人生があるとしたら、はい、秋原さんはどちらを選びますか。その2つの人生しかないですよ。限りなく透明か、遠藤ブソローか、はい、限りなく透明ですかね。限りなく、ゆいさん聞いてもらっていい。じゃあちょっとごめんなさい。なんか嬉しすぎて。聞いてもらってじゃん。年取ったのかな。もうなんか涙が出てきちゃうんですよ。いや僕らももうね、ゆうとおっさんですから。じゃあ歌います。
問いだ時も、最後の曲になりました。最後は
お前びっくりすんで、川村隆一さんが僕のどんな時も弾き語りで、ギター弾き語り一本でやっていただけるということで、今からもうめちゃくちゃ緊張してます。それでは登場していただきましょう、川村隆一さんです。バラに水をあげてます。毎朝の日課ですね。